点リーグで少ない方から3番目、無失点試合はリーグトップの10試合、守備の硬さもその現在好調の要因です。主審の堀さん、時計見てキックオフとなりました。森島今ここにいます。裏抜け出して大迫行こうかというところ、ゴール前にパスを入れる、飛び込んできて森島というところですが、ここはヒットしませんでした。平石右足です。花井がいましたもんね。中にボールを入れてファーサイドヘディング、鈴木が蹴る、アウトになりました。わずかに外れたという形になりました。しかしもう一度星原、エリア中にボールを入れてくる、水野ファーサイド、ヘディングは鈴木純也。ズンの4点目はなりませんでした。後半キックオフとなりました。カターレ富山対藤枝前 FC の一戦です。ファーサイドヘディング、今度は決まりました。秋元後ろからぐーんと飛び込んできました。先制は藤枝前 FC です。秋元は今シーズン2点目のゴールになります。先制に送り込もうというところ、小毛口入ってきた、ゾーダシュート、ニアサイドまで持ってきた星原、ゴールの前だ。ルーカス・ダウグルマン、コースを変える、ここでシュートが打てるか、大谷中へ、コーナーキックになります。あーっと、ここで試合終了。最後のコーナーキックは蹴らせてもらえませんでした。